北海道新聞の山口です。よろしくお願いします。ワクチンの追加接種に関して、接種券25日から発送されるということで到着次第接種開始ですが、はい、具体的にいつから打てるのか、はい、いつ分から予約ができるのか、もうすぐ集団接種会場が使えるのか、それとも、個別の医療機関にあるのかのあたりを教えていただけると、はい、接種券が明日発送になりますから、早い方で、あさってもしくはしあさってに届くのかなというふうに思います。その段階でかかりつけ医にご連絡をしていただくか、あるいは予約サポートセンターはまだできておりませんので、コールセンターに確認をしていただいて、早い方では1月中に接種が行っていただけるというふうになります。1月中から接種ができるのは、はい、集団接種会場でですか、はい、それとも個別接種、一番最初に開くところはどこかありますか。はい、近くのかかりつけ医が一番最短だというふうに思います。集団接種会場開くのはいつからになりますか。はい、はい、はい、です。今週からの土日から開きます。それ以降毎週開いていきます。土日だと29、30日には3カ所とも開く、はい、3カ所、防災センターとイオンモールと、あ、違う、地場さんは開かないんだよね、はい、そうです。2カ所、はい、防災だけ、駅前イオンだけ、はい、あ、失礼いたしました、駅前イオンです、はい、すいません、確認ですが、29日、30日はイオンだけで、翌5日、6日の、あ、違う、土日は地場さんは開くけれども、防災センターまでいつからになりますか。2月12日、すいません、地場さん、2月5日、地場さんは次になのですが、1週間あたり1万人から1万5000人ぐらいのめどに接種券を発送されるということでしたが、実際にこう接種券をもらった人は全員打てるというものなんでしょうか。それとも、もらったけれどもその翌週その翌週というふうになっていくものなんでしょうか。それぞれ予約される方はかかりつけ医に入れるのか、集団接種会場に行かれるのかによるとは思いますけれども、今1週間で接種券の発送枚数と同じぐらいのですね、1万人から1万5千人を打てる状況にはありますので、その方次第ということになっていくのかなというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。あと対面での各支所での予約に関してなのですが、はい、これはどんな方がこの予約業務を受けてくださって、はい、でここに高齢者の方が行くために事前に予約だったり、はい、そのご連絡をする必要があるのか、はい、で一体これはどういう仕組みになっているのかというのをもう少し詳しく伺えたら助かります。はいはい、こちらの方はですね、一部医療機関でありましたり、この集団接種会場ですね、はい、それから先ほど説明をさせていただいた高齢者バスの送迎付きの接種の申し込み、そしてワクチンの接種に関する相談なども受け付けておりまして、予約も不要でございますので、ぜひお悩みの方を気軽にお越しいただきたいというふうに思います。予約不要で、じゃあもうこの日に、はい、と言ったら予約もできるし相談もできる。これ特に例えば東部に住んでないけれども、はい、東部に寄ったから行くわっていうことも可能、はい、可能です。地区の人じゃなくても、はい、はい、ありがとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、それでは次の動きまして臨時の記者会見を終了します。本日はありがとうございました。ありがとうございました。